出ないどころかな。だからさ、お前がさ、お前のさ、なんかなんだろう、お前が正統派だから俺がさ、横っちょでさ、暴れてたのにさ、暴れてるやついじんの面白いなってさ、だからおかしいんだもん。だってその俺がさ、変なもの買ってきてさ、説明しようとしてたらさ、壊す勢いでバーンって開けてさ、いやそんな開けんなよって俺が言うじゃん。俺変なもの持ってきたんだけどね。俺せっかく変なもの持ってきたんだけど、その変な箱をバーンってやられたら俺が「いや大切に扱おうぜ」って言うからさ。普通の人いないってやつな。そういうことです。いじってない俺のこと。いつものやつお願いします。いつものやつとか言うなや。お決まりのやつお願いします。お決まりのやつやってくださいみたいなのやめろよ。皆さんお願いします。はいどうもー、水溜りボンドです。お願いしますね。毎週頑張っていきましょう。のみーです。かんどです。お願いします。今日は何ですか。今日のはね、企画を一個も聞かされてないんですよ。はい、ということで、うん、絶対嫌がりそうなの持ってきました。何このズボンねえ、このズボン何、このズボン何、もう潰れてますからね、この段階で。わかります皆さん。うん、何もう今俺のやつの時にガンとかやんのよ。出ろや。頭脳を刺激する iPhone ケース、こっから組み立てます。はいはいはい。なんでいつもだったら僕と一緒にやる企画なんで、僕がね結局やって、トミーが腹かいてて横に寝るっていうとなるわけですよ。それがもうね、変ジョイントが114と8個と4個と28個4種類ありますね。でボディが、136個と32個と3個と2個、全300パーツ以上の、まあ、パズルみたいなもんです、うん、作ってください。マジで言ってる？ちっちぇ！そうです。お願いします。説明書入ってんじゃないの？これね面白いですよね。こんな出来上がりはこんな感じです。これね、ちょっと一回やってみましょう。人生で やってきてないんだから。やばー。お、これ見ればいいじゃん。無理。時間もあんまないから。いやお前それやってて、俺ちょっと撮影のここのさスペース汚いからさ。なんで片付けとこう。ちょっと待って、本当に無理だ。ごめん、本当できん。業者呼んでいい？ダメです、それなしです。業者呼びたい。危険なんだよ。危険なんだよ、わけがわからん。おい、ガチャガチャやんなよ今。部屋掃除したらちゃうか。なんでさ、部屋今掃除したよ。いやお前も頑張ってるから、俺もうちょっと全然綺麗に。嫌だって言ってることやんの面白いなってなって。次はあれなんですか、いつ大きいイベントやるんですか。イベント？お前泣きそうになるぞ。でかすぎる。ちょっとヒントでしょ。お前なんでおい。こちらですね。違う誰と、これシャワーなのに、俺これシャワー電話みたいにするボケやろ。言ってない。シャワーこうやってて電話みたいなやつです。これ一見ですね。どうですね、そんなシャワーを電話みたいにしてました。はい、やめてください。食えよ。え、それなんかそういうことじゃなくない？繋げるんじゃない？じゃあお前がやれや。怖い怖い。結局俺言うとさ、今カントやるっしょっていうやつになるからさ。なるだろ、お前だってできんのこれ。あーイライラする。何が面白いんだよ。いや面白いっす今。これだったらカントと普通にここで一緒にカレー食うぐらいの方が面白いだろ。いやドミナさん面白いっす。ドミナさん面白いっす。俺一人だったら面白くないだろ。面白いっす。ありがとうございます。12345 123、まあ3回はまだ暇だからそういうことなんだよ。これしかできてねえまだ。12345 5のあと緑ねえ、お前やるじゃん。やんないで。やばい。おい飛んじゃうよ。あーくせー。んじゃん、息子が遊んでて勉強しない時めちゃくちゃ掃除機かけてくるのお母さんじゃんね。全体にさバカお前一生成立しなくなっちゃうぞ、この動画終わらなくなっちゃうねえ。てかさ危ないからちょっと肩にしようみたいなのも感じだし、顔にやれ顔に3です。痛えなあれ、囲碁がばらまかれました。ガラス割れた音したよ今。ガラスが割れたと思った音で言ったらパリーンに近い音したよ。なんかトミーにさ頑張ってるからさ、なんかクッキー的なもの。クッキーいらねえぞ別に、クッキー嫌いだから俺。じゃあ買ってくるわ、ちっちゃい。おいクッキー買ってくんだったら寿司買ってこいよ。スニッカーズみたいな。スニッカーズいらん。オッケー。スニッカーズだったらお茶も買ってちゃんと。ねえこれどういうやつよ、なんかわかんないよ。角っこちょっとわかんないから飛ばそう。手元だけ映そう。手元映すなよ絶対。何の面白みもねえ動画だぞ。俺嫌われてもいいから。ダメじゃん。いやお前に嫌われるけど俺生きている。怖いな。もう発言怖い。おいやんなよ。めんどくせえ、当てろ。ねえ手元だけなんだけどこれ今。ねえやばいそれは。あでもできそうじゃんもう。うん、いやお前すごい。お前本当に言ってるそれやばいよお前それ、さすがに本当にやばくなったら俺と P さんで死ぬけど、本当に本当にやばくなったらお前と P さんの死ぬけ助けるって今聞こえたよ。やんのやめよ。やってマジで食べていいよやってマジでマジおいダッサッマジで危ない。あいつ見た160キロ、160キロ、160キロ出ました。やりたいんかい。俺もやりたかった。やっていいよ、やっていいよ。ちょっと頑張ります。ちょっとやるからにはちゃんとやってな、邪魔せんから。ちょっと邪魔しないっていう。どの辺作ってる？俺はこうやって作ったの。こっち。いやお前ふざけんなよ。俺が作ってたの作んなよ。いや違うじゃあこのままはめちゃうよ。もうああいいよ、没収するよ。俺今さここら辺作ってるけど大丈夫？いいよ。オッケー。じゃあお前ゴーサイン出すな。どこ俺もそれ作ってるよ。なんだかバカかなあ、3個作んじゃねえで1個作んだよ。どここれどこ？できた。じゃじゃーん。すげえすげえ。おーできました。こんな感じですね負けた方がこの頭脳を刺激する iPhone ケース、うん1週間。ああやばっなんで頑張りましょう。俺別に今回マジやだ。今回は別にそれぐらいさせてくださいぐらいの感じで。 T シャツ黄色どこで選択したの？青くね？青いだろそこだろじゃあいきましょう。はい最初はグーじゃんけんぽいあいこでしょ。イエーイめんどくせえ。ということで以上今日のミスターマイボンドでした。はいぜひチャンネル登録してください。また明日ありがとうございました。最後の方上機嫌になっちゃってるよ俺じゃんけん勝って、最後俺じゃんけん勝って上機嫌になっちゃってない？じゃあなんかやってく？